するしない？それでは今回の匠ご覧ください。トンニ曲開始です。皆さん手配を開けてください。キムさんはトンニ曲、はい、なんちゃドラは急走です。こちらの手配、うん、前曲と続いてハイパイゼロメンツなんですけど、うんうん、前曲よりは随分マシですよね。かなり瞬時系の形悪くないですね、はい、そうそう、両面がまず2個あると。で、6、7、7、8、7っていうね、3色で9枚必要なうちの5枚あるんですよ。1、2、3、4、5と半分超えてる。9分の5あるんで、これはもう3色は絶対見ながら、はい、高い手を作ると。はい、はい、今回は仕掛けていくところはまずないですか？今回はまだ泣くところはないですね。うん、で、まず第一つもが何でしたと。はい、これで本一の可能性も出ました。うんうん、はい。まあ、とにかく高い手がまず大前提ベースであってなんですけど、じゃあ本一と三色、うん、両方見る一打がねあるかなと。ダチーはね。そう。やっぱわかるよね。先生方式ね。わかるよね。立ち位は何ですか？そうですね。はい。もう本当それぐらい、価値がある手にしないと、意味がないんで。これ7から切る方って何人いるんですかね。世の中に。そうだよね。初心者、中級者には絶対教えないですけど、こういう。でも、キムさんの思考知りたかったで、そうなんだ、はい。そうですね。やっぱりね、高い手を作るっていうのは、本当に意味があって、この協会ルールの丘、トップの順位点が大きいルールでは、トップ率をとにかく高めなさいと。そのルールにおいては、高い手を一回上がっておくと、8000点とか1万2000上がっておくと、それ以降の打ち回しがもう本当に楽になって、選択肢広がりますね。そうそうそう。1000点、2000、E 班、リア班、3班を積み重ねてても、平気でまくられちゃったりして、トップ率そこまで高まらないんで、E 班、リア班、3班を上がりに行くのは、一旦大きな加点した後でいいです。じゃあ今もう大きいのを目指すために、はい。はい。そうです。勉強になりますね、はい、それも。で、次がね、万品その上目を引くのか、自敗とかを引くのかでね、本一なのか三色なのかが決まりそうですよね。いやー、選んでいけるためにこの7から切る、うんうん、あと小さなメリットでね、はい、第1打 G1 にしとくこと、まあ怪しいは怪しいけど、うん、将来ウーパーワン老朽化になった時にね、いいちょっと出やすくもなるっていうね、はいはい、小さなメリットもあるんですけど、うん、これで本一になる可能性が少しアップしましたと。はい、はい。まあ、ただ、うん、なんかもう決め切るにももったいないですよね。はい、今そうね、ギリギリ3色はまだ残しましょう。役牌が重なったわけじゃない。このあと結局自牌本一に向かったとしても、うんうん、自牌1枚も引かないと結構ね、泣いても本一ドラ1、ね、マックス3班だって。役牌本一ドラ1の4班か、うん、役牌のない本一ドラ1の3班か、残区か8000かは結構違って、うん、役牌重ならないと本一に行く価値はあんまり高くないんで、うん、まだ本一一本にはしないです。なので、もう、G1、チーピン、パーピンちょっと選べない、切れないんで、まあ、消去法でまあこの辺になりますよね。役がつかない。そうですね。はい。はい、今回親がね、ダブトンから切ってきたんですよね。いいところに目が行くね。さすが日向。匠ありがとうございます。まあ、三巡で判断するべきなんですけど。ね、おっしゃってましたけど、ちょっと気になりますよね。はい、もうすでにエマージェンシーです。はい。ダブトンを切った親は、もう自敗が孤立で、残ってるわけがないので、確かに自敗が残ってるとしたら、統一以上、うんうん、2枚か3枚、うん。で、それかも自敗がない、全部数敗っていう。まあ、どちらにせよね、もう整ってるんですよね。第1打ダブトンは、だから視聴者の皆さんも、親が第1打ダブトンだけは、かなりエマージェンシーだと思っておいてください。気にしてください。はい。これでもう、本一です。
はい、予定通り南本一ドライチ8000点、うん、はい、上がりに行きましょう。ということは、まあチーマンがいいと思います。もうすでに、マンピンソー、あ、マンズピンズどれもいらないんですけど、はい、まあ別に無理にチーピンから切る必要もなくて、ね、まあドラ重なりもね、うん、あ、ドラ重なったりアンコったらね、この両面もちょっと大事なんで、まあチーマンが安全なわけじゃないんで、ね、まあまあ、そう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 。でただパーピンなんかは割とね、残してもいい、うん、残っててもいいんですけど、うわお、さあ早くもリーチが来たのは下茶、うん、でこれ一つね、よかったです、はい、あの本位、うん、本位に向かっておくメリットをちょっと話せたんですけど、はい、本位に向かってるとやっぱりね自敗が残りがちなんで、うんうんうん、降りやすいんですよね。手なりで進めてると、ただこの白髪あたりがチーマンチーマンとかになってると、安全牌少ないですね。そうそうそう、うん、白髪のギリ、はい、もうベタ折りの一手です。安牌、まず安牌、かなり大きくこう手も最終形は見えるんですけど、うん、先にこう攻められた時は、うん、はい、折り締めます、はい、8、これはもう明らかに10曲中の7、8曲降りる曲ですよね。ありがとうございました。はい、ね、そうです。じゃあこうなるとリーチ対応もそうですし、はい、残りの2人がどう来るかが大事ですか、うん、そうですね。あ、でもなんかちょっとそんなことないですか。これね、行きたくなる気持ちはあるんですけど、はい、昔の僕だと、10年前の僕だとちょっと初ぐらいね切りたくなってたんですけど、初も切らないんですか。これはもうチーソー一択です。現物だからもうほんとね、バレない、生えない。いや、そんなことない、そんなことない。10年前と今で何があったんだって感じですけど、いろいろあったんですね。やっぱりね、麻雀、いろんな人の麻雀見てて、まあ、僕自身が打っててもそうなんですけど、負けるときってやっぱり宝珠で負けるんですよ。基本宝珠はダメです。太郎さんなんかは結構ね、押したい押したいって言ってて、ついあの人をよく押しすぎるんですけど、宝珠だけはダメです。せめてリーチに通ってな牌を切るんだったらいいシャンテン。戦う手じゃないのに宝珠しちゃダメだよってことですね。うん、そう。はい。この、はい。この初なんかもうほぼ当たらないですけど、もう90何パー通るんですけど、うんうん、でも、これ初切ったところで、うんうん、どこまで前向きに行くのよ、この穴ぼこだらけ。そうそう、有効牌が限定されすぎてるし、何牌押すのと、あと。いやー、冷静。はい。かなり大人な判断ですね。なので、つまんないですよ。いやいや、打ってる方としても、打ってる方としても、つまる、つまる、そんなことないですよ。けどね、もうちょっと作業に入らないと、現物統一落とし、はい、もうね、僕の視界から現物以外が見えなくなるレベルで、はい、シャットダウンするわけですね。そうですね。あ、今リャンワンとパーピンですか。ちょっと比較出ますね。さあ、どっちも現物なんでどっち切ろうか。まあこれは、はい、はい、リャンマンはリーチさだけの現物。こっちはリーチ者と親の現物。こっちを残した方がね、うん、後々ね、まあ、いいですね。そうですね。他の方がまたやってくるのかどうかで、うん、後半の対応も変わりそうです。そう。通送も通ったね。安全牌がね、増えてきますね。そう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 。他の人は9ピン9ピン、シャー、うん、対面は一旦完全撤退ですよね。ねえ、一度対応したように見えます。うんうん、神茶の親も、9万9万統一落としが、はい、少し迂回してるようには感じますよね。無筋なんですけど、うん、早いリーチに対しては、現物がそもそもないことが多いので、そうですね、3巡目ですもん。そうそうそう、3巡目リーチに対して、あ、9万押したな、とはならないです。うん、はい。ただ、はい、はい、端っこで安牌も、明確な安牌がないだけの可能性もあるんで、はい、うん、また今回ね、キムさんがチーマン2枚切ってますからね。そうそうそう、安全度高めだよね、端っこで。もし親の手にチーマンもう1枚でもあればね、ワンチャンスだしね。二巡通せる範囲ですね。うんうんうん、またチーピンも通りましたね。通ったね。そう。尽きないですね。そうそう、今チーピンパーピン現物になってて、はい、老僧重なったことで3統一になってます。これでね、ちょっとチーピンパーピン落として将来
チートイツ、ドラドラ、メンホンチートイなどいろいろね、ちょっと夢あふれる手にはなるかもしれないです。はい。はい、今度リャンソーですって。で、5巡目の Q1 時点では、まだ安牌も少なかったんですけど、はい、うんうん、そっからさらにパーピン、スーソー、チーピンと増えてるにもかかわらずのリャンソーは、はい、これはもう押してますね。はい。この症状を押してますか。はい。なので、このリャンソー、パーピンがもうお宝になりました。ああ、親にも。はい。もう、これは親がいつリーチ来てもおかしくないと思ってます。なるほど。はい。で、親のダマテンに打つケアも本当はしたいんですけど、はい、もし今ね、チーピン切って親のダマテンにロンって言われたらどうしようとか、ね、あるんですけど。低くてもちょっと思考に入るとですね。やっぱこのルールは基本、高い手の人はリーチと来ると思っといていいです。赤がないルールでダマテンの高い手っていうのは相当レアなんで。そうですよね。はい。ダマテンのケアはあんまりしなくていいです。今回端がねドラですから、うん、ドラが2枚のピンフテでも5800ですもんね。そう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 。リーチしたくなりますね、うん、5800。そうなんだよ。チュンチュンパイです。これで、まあ、初チュンは絶対打たない、ウーワンも絶対打たないなんで、うん、うんうん、親の現物1個消費しないといけないですね。リーチの現物は大前提の、親の現物消費しないといけないですね。はい、残念ながら。うん、まあ、トイメンのケアはもう全くしなくていいと思うんで、じゃあ、まあ、統一はほぐさない、チートイツ、のシャンテン数は落とさないパーピン切りになりますね。はい。はい。ここでもう考えるのは親が、まあ、ダマテンのケアしなくていいとはゆえ、はい、ダマテンの高い手があったら大変なんで、今考えることはもう、神茶どうなってるんだろうに意識の9割がもう向きます。リーチ者よりも。はい。そして、うわぁ、現物の数素持ってるのにリャンソーした、はい。でもこれは逆に、うん、ノーチャンスだったとか、リャンソーの安全度がなんか高い可能性もちょっと出てきたんですけど。でも順番、絶対降りるのは逆ですよね。普通逆だよね。うん。やっぱりリャンソーが僕に問いつつ、別にリャンソーシャンポンで、ノーチャンスとは言えね、はい。別にリャンソーがシャンポンで当たる可能性も多分神茶は分かってるはずなのに、うん、現物の数素があるのにリャンソーしてるんで、これはね、本当に、ダマテンケアちょっとしないといけないかもしれないなぁ。あ、ドイツ増えましたよ。ドイツ増えたねぇ。リャンソーが全部増えましたね、はい。そうね。まあでも、イーソーとかハツとかチュンとかね、本当に、報酬率は本当に低いんですけど、うん、それでも、それでもダメです。はい。まずリーチの現物は大前提です。もうリャンソーしかないね。リャンソーを切るしかないです。しょうがない。何も見えてないですもんね。はい、何も見えてないし。さあ注目が集まってるのはリーチよりも親です。はい、親です。次にまた何がね出てくるのか。そう本当にね、楽しみになってきましたね。本当もう今意識の 95% が向いてます。親に限りのリャンワン現物です、うん、これは情報が出てこなかった。はい、数素現物、うん、まあ、これは限りになりそうですね。はい、3枚切れですね。リャンソも3枚切れだけど、親は追いかけてくるのか、それとも闇なのか、イーシャンテンなのか、そして全く今回スルーされてるのはまたトイメン。はい、もう 2% 以下、私の意識、まあ、リーチはもうね、もう考えないんで、はい、ゼロなんですけど、99対1ぐらいですね。もう統一落としでしょうね。統一落としかも、はい、暗号落としか、はい、そうですね。お、神ちゃんちょっと悩んでますね。こういう時は僕は結構どこを見てるのか目を見たりもしますね。今どうでした？見た感じ。今、神茶の初を、シペイ茶の初を見てたような気がしました。そして、はい、ウーソーを切りました。うん。ウーソーは、ワンチャンスですね。そうですね。チーソーが3枚見えてると。うん。まあ、押してますね。はい。でも、つもぎりでしたね、ウーソー。つもぎりでしたね。まあ、もうこれ、ダマテン入ってる、ダマテンが入ってる可能性、ちょっと出てきてますね。少しでもそのパーセンテージが上がってくるとより慎重にこう選んでいくわけですね。はい。最後まで大丈夫かどうか。
はい、予定通り統一落としですよね、うん、あんだけね現物連打してた人が手が進んでるわけがないので、そうですね、あれが手が進んでションパイの初プッシュしたってことはないですよね、見たことないですよ、ね、今度は手出しで完走でした、はい、そうですね、どう読むんですかね、ドラ持ってそうですよね、一応ドラそばなんで、リャンソーとパソどっちも勝負する人だったらパソの方が後になるのはわかるんですけど、孤立だったのか手に必要で残ってたのかまではちょっとまだ断定できないですね。別にドラそばなんでパソがね、あの全然手に必要で残ってた可能性も十分あれば、全然いらないけどドラそばで無筋だから残ってた可能性もあって、別にあのパソから手配をの構成を読むのは難しいんですよ。ただ押したのは間違いないんで、まあ嘘を通ってちょっと切りやすくなった分、より怖い牌と入れ替えた可能性もある、ね、し、本当に今転牌してパス余った可能性もあるし、まだ全然限定はできない情報ですけど、僕的にはちょっと安牌ちょっと苦しくなってたんで助かりましたね。はい、ありがたい。はい、親のダマ点は本当にもう今一番気をつけるところなんで。そしてなかなか下茶も積もり上げない。そうですね。親が今こう来るかもって中で、うん、リーチに上がられるのは別に嬉しくないですもんね。嬉しくないけど、これは横移動はもう全然 OK です。はい、僕関係ないですが、そう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 、あのリーチ3巡目時点では一旦現物しか打たないって決めるんだけど、はい、あわよくば天杯取りたいとはもちろん思ってるんですよ。天杯料収入もめちゃくちゃ大事なんですけど、うん、でそうこうやってるうちに14巡目に差し掛かって、いよいよもう脳天、これはさすがに脳天臭がプンプンする、ね、だったら失点ゼロにしたいんで横移動してくれが、はい、はい、パンワン切ってきました、パンしてきたね通りましたけど、はい、親が怖い、本当によかった、うん、安全牌増えた、進みましたね、これ一応4統一に、あ、まあ安全牌でもあるけど4統一になったんで、はい、まあパーマン発と切って、なんかね、なんとかなるかも、なんか天杯もちょっと見えてきましたよね、はい、パーマン、さすがに対面が降りてると信じて、あの、初切ります。対面がね、なんか一個でも怪しい牌切ってたら、うん、パーワン合わせ打ちになるんですけど、はい、対面にパーワン切り遅れるのが嫌なんでね。でもさすがに、あの捨て牌されると、私は対面は全く来てないって信じるんで、あの、はい、重なりやすさ、場に見えてる牌の重なりやすさで、パワー残します。3人のその読みが大事ですね、この残し方、終盤は。そうですね、はい、パワーと初なんか本当ビサなんですけど、ちゃんとこういうのもしっかり考えない、はい、大事ですよね。なんとなく形にはなってきてる、なってきてるよね。3層は数層が4枚見えてるので、おそらく統一落とし以上じゃないかなと思います。うん、でさっきねウーワンも通ったんで、これ本当にね転敗する可能性があります。今親にはウーマン通るんですけど、はい、対面が3層手出しだった分ウーマンが対面に当たるかですけど、これも前順と同じく対面は、うん、はい、全然手になってないと信じて、はい、はい、仕方しています。いやー、残り積も3回でチートイツリャンシャンテンなんで、一応可能性あります。ああ、対面手が止まりましたね。これ酸素取り落としじゃなかったんで、安牌苦しんでる可能性あるね。何が出てくるんでしょうか。絞り出したのか。うわー、ドラだよ。キムさん。あれは、本当あれは、あの、2枚か3枚から落としてるとは思うんですけど。確かに安全度高いパーソー全部見えてますし。はい、まあ、はい、ってだけで怯えすぎなんですね。こちら側が。どうなんですか、ね、?2 枚。多分あれが1枚じゃないと思うんですよね。ね2枚あれば、まあまあまあ、本当に現物がないときは切る可能性ありますよね。想像が今回ね、うん、かなり見えてます。うんうんうん、はい。まあでも、一応、あんだけ現物連打で、絶対貼ってないと思ってましたけど、麻雀なんで 100% ってことはないので、あの急走見るとさすがに、100% 脳天とは言い切れないなって、ちょっと情報修正します。トーンは3枚切れ。急走、
合わせてもいいんですけど、急走合わせない残すデメリットは、上茶に照らしが入ったらもう打てなくなることなんですけど、あの天敗しトンを残すともう絶対これ重ならないんで、自分の天敗に対しては残す価値なし。なし。はい。で、上茶に急走切り遅れるもこれまあほぼないだろうなと。対面がさすがに急走、手の中に、対面の手の中に急走がもう残ってないことも、あんなけ降りてた人からすると、ここでいきなり急走、ションパイの急走勝負して、天敗とかイーシャンテンってこともほぼないと思うんで、さすがに対面の手にも急走もう一枚。神、親に急走が切り遅れることもさすがになさそうということでは、一応、重ねに行きます。親に切り遅れることはないと信じて。実際張ってるのかどうかもね、明確じゃないですから。まあね、まあさすがにね。はい、あれ。そうであってほしかったのが良かったです。その通りでしたね。うん、親はどうなんだ手出し運は、現物。これで脳天率が8割ぐらいになった感覚ですね。粘ってたけど無理だったかというイメージが強くなったか。うん、はい、そうですね。はい、でそしてキムさんも今回はここでいよいよ自力の天敗がなくなりました。はい、はい、なので完全安敗、まあイーソーなんかはねずーっと取ってたんで、はい、リャンソーが4枚見えてます。イーソーが1枚切れ、あイーソーはでもリッチさんに通ってないのか。あ、通ってないんですけど、ね、短期ですか、あるとしたら。うん、まあそなくはないので切らないね。なんでもありそうだから、こうなってくるとこの順面、まあ地層がどさすがに親にも、いや当たるパターンないですね。ないですね。はい、はい、はい、地層、うん、リーチ者の上がりなし、うん、いやー脳天バップ払わないといけないな。それが何件か、一件でした。あんこでした、あんこだったね。はい、でこれでまたこの急走が絶対完全安牌になったのも良かったですね。大きいですね。はい、明日は現物、親も脳天か。ああ、イーソーも完全安牌になった。はい、さあ流局天牌の方は開けてください。ということでリーチの町はサブローワンでした。はい、では皆さん手牌を開けてください。このような結果です。親は一テンパらず、頑張ってましたもんね。さあこのような結果になりました。はい、今回の曲は早いリーチが入りましたが、そうですね、この時のキムさんの思考ちょっと初めて聞いてちょっと可愛く思いました。可愛かった、どの辺が。なんだかこう震えながら、はい、そうですね、降りるぞレッツゴーって。そうですね、はい、まあもうあんだけ自分の手が悪い時はね、あの現物しか切ったらダメです。リーチ者に対しては、はい、甘えたらダメです。かなりこうはっきりと、ね、はい、判断されてました。はい、印象的でした。はい、これ頑張っててもだってテンパれてないよね。何かあります、未来。多分ピンズがだって135578だから6級ピンすら入ってないですね、もうね。なのでもちろんあの5巡目だったかな、チーソー抜いた時に初とか、うん、まあ、チューンが切ってても、結果の当たってないんだけど、それでもやっぱ5巡目で、あんな系一面ずしかない状態だと、基本天敗しないんで。しかも、もしなんかこう、最悪何を泣いてのね、天敗を取れるかって、今回ワンパイですからね。本当だね。誰も思ってない。ちょっと、結構、判断でした。そうね、まあ結構結果論寄りの話にもなってしまいましたけど、それぐらい、5巡目自分が一面ずのみ、リーチ受けてるは、もうベタ折りしてくださいっていう感じです。勉強になりました。はい、ありがとうございます。はい、それでは次回もお楽しみに。